コナミスタジアムよりお届けしてまいります。解説七海さん、こんばんは、よろしくお願いします。さあ今試合が始まりました。さあ七海さん、この戦いを見ていく上で注目すべき選手がいましたらお願いします。アグエロですかね。はい、試合を決めるゴールの多い不思議な選手ですね。そうですね、それだけボックス内での集中力がすごいんでしょうね。はい、加速力ある高速ドリブルも素晴らしいです。はい、相手にしてみれば当然抑えておくべき選手と言えるでしょう。裏のスペースに置きに行く、アグエロ、ゴール。さあまずは先制。これはちょっと寄せが足りなかったでしょうか。こういった危険な選手をエリア内でフリーにしてしまったら決められてしまいますよね。そうですね、早くも先制しています。これで守りに入らずにね、もう1点取るぐらいの勢い、うん、早い時間帯で流れを完全に引き寄せるようなね。このボール争い、サムエルからエイト、裏を狙うと呼んでいた。ここは呼んでいました。アグエロが注目選手ということで先ほど名前を挙げていただいたんですが、やはりゴールに絡んできましたよね。やってくれましたよね、はい、やっぱり決めるべき選手がきっちり仕事をすることが勝利につながると思うんですよね。そうですね。長いボール裏へ落とす、これを読んでいた。アグエロ、ゴール。リードを広げました。いやー、ドンピシャなタイミングでスペースを生かしましたね。インテルとしてはまずこの選手にマークをつかなければというのは分かってたと思うんですけど ね、 そうですね、ちょっと捕まえられませんでしたね。はい、惜しいでしょうね。アグエロ今日2点目です。着実に得点を重ねていきます。2対0。もう1点取るとさらに楽になりますよ ね、 そうですね、自分たちが主導権を握りながらゲーム運びができると思います。なるほど。前線へのボール、さあオマール・アブドゥラフマン、チェックを受けるサイドを使います。長友、滝谷、エリクセン、山口、滝谷、山口、ボールを奪えるか。いや、強さありますよね。青山、攻めの姿勢です。前半30分を経過しています。現在2点リードの余裕があります。川島飛び出してキック、中村、宮市、流れを止めます。裏に味方を走らせる、抜けてくる、上げる、ディエゴ・ミレイト、ピンポイントで合わせてきましたが、このヘッドは決まりませんでした。うまく合わせた、いい攻撃でしたね、はい、ドリブルで駆け上がってのクロス、精度も良かったですし、サイドを効果的に使えてますよね。そうですね。中村、滝谷、40分を過ぎています。内田、このパス超えるか。いや、面白いな。川
島キックで空落ちてクリア。中村このボールに触ります。さあインテルボールです。秋谷に渡ります。レフリーファーストハーフ終了のホイッスル。後半の立ち上がりから非常に楽しみですね。そうですね、後半どのような試合が展開するのか非常に注目されるところです。2点を先取して折り返します。さあご覧のようにセカンドハーフスタートしています。出ましたね。このパスはキーパーへ。エトウ味方を走らせるチャンスですよ。こぼれている。クロスボールに自分で行く。いるでしょうか。青山ここで受ける。長友ここはクリアします。一人で持っていく山岸。ディエゴミリート激しい攻防、ボールが落ち着きません。とにかくゴールまでボールを運ばないことにはゴールにならないですからね。当てを使います。吉田2点のリード。チームの調子は非常に良さそうです。ゴール。試合が決まってしまうんでしょうか。オマール・アブドゥラフマン。山口縦にボールを送ります。山岸水本中村健吾中村。後半20分を経過しました。ここは厳しくプレッシャーをかけていきます。ソクヒョンジュここで前を向けるか。打った決めた。どこまで点差を広げるんでしょうか。いや今のシュートにつなげるファーストタッチ絶妙でしたよね。まあファーストコントロール、トラップからシュートまでの流れ、ゴールのイメージ、はい、この辺がイメージ通りということでしょうね。そうですね、ゲームの主導権を完全に手中に収めています。ソクヒョンジュ来ましたね。シュート。オマール・アブドゥラフマン長いボール裏へ落とす。このボールをカットします。水本後半ももう3分の2が経過しています。青山今日は得点を挙げています。インターセプト宮市。山口いいパス出ましたね。ボールが抜ける。滝谷
コントロールとボールはへ出す滝谷、滝谷シュート、もうそろそろ40分です。上がっていきます。このボールをカットします。藤本、後半残り5分を切りました。ショッキョンジュスルーパス、さあどうだ、1対1、ここ抜け出しましたね、滝谷シュート、ゴール、さらに突き放します。滝谷フェイントを入れてシュート、ゴールでした。フェイントで相手を揺さぶってうまくシュートコースを作りましたよね、はい、イメージ通りのプレーだったんじゃないですかね。そうですね、圧倒的な強さを見せています。さあ柿谷、アディショナルタイムは3分という表示です。柿谷、宮市、青山、行くような浮かせたボール、こぼれます。滝谷跳ね返ったボール、自身上を口に加えて今試合終了です。5対0、大差で勝ちました。七海さん、本日のゲーム